こんにちは。今回はこの問題をやってもらおうと思います。ではまず動画止めてチャレンジしてみてください。サイコロをですね、振って最大が5、最小が1となる確率を求めましょうってことで、1番3回振る、2番 N 回振るって問題です。よくね、受験生から聞く声で、僕高校1年生の時は確率ができたのに、なんか学年が上がってくると確率ができなくなったんですみたいな、ね、いう声を聞くこともあるんですけど、あのね、結構そういう人たちの多くがね、一般科で使える解法を勉強していなかったってことが挙げられます。確かにね、高校1年生とか初歩の頃にやるのってのは、文字じゃなくて具体的に2回3回とかで書き出せてしまったり、特殊なやり方で解ける場合が多かったのよ。なんだけど、一般化されちゃうと、大体やり方は一つ二つに絞られちゃって、自己流のやり方じゃなくて、授業で俺たちが紹介していくやり方でいかないとダメってことが結構多かったりするんだよね。そうなりやすいトップレベルの問題がこの問題という感じです。ちょっとね、一緒にチャレンジしていきましょうっていう感じです。まずは、普通に見てみましょう。1番目。最小が1で最大が5って言ってるから、1の目が絶対出る、5の目が絶対出る。あと1回は適当に1から5の目が出るんですよって考える。っていう風に考えた人は、ブブーですからね。以前別の動画でもお話しした通り、先に優先権を上げてしまうという考え方は、後で被っちゃう可能性が出てくるわけ。1回目、2回目、3回目のサイコロで、こっちに1が出るぞって固定しといて、後でこう1が出る場合。こっちを1と固定しといて、後で1が出る場合って被っちゃう。そういう風にならないようにするためには、1が何回、5が何回って分けてこうだったよね。たかだか3回しか振らないんだったら、そんなにたくさんはなさそうだよね。じゃあちょっと実際に出る目をね、書き出してみようかね。じゃあ3回しかないんだけど、こことここは絶対最低でも1回出ることになるから、あと残されてるのは2、4が1回。まあ、もしくは、真ん中0回になって、201か102かかな。こちらが目で、こちらが回数としましたけども、当然考えられるものは、まあ、この3パターンしかないということが分かりました。サイコロ3回振った場合って、分母は6の3乗になるけど、いいかい？この6の3乗ってのはね、順列なんですよ。1回目、2回目、3回目のサイコロで、1回目の目が、1、2、3、4、5、6ってある。そのそれぞれに対して、2回目の目も1から6の6通りがあり得る。そのそれぞれに対して、3回目の目が1から6があり得るっていう感じで派生していくことになる。だから 6×6×6 の216。これは順列の問題に慣れているということなわけです。何が言いたいかわかるか？分母が順列ならな。もちろん、上も順列にしてあげなければならない。分母だけ並べて分子並べないなんてことは使えないからね。当然分子も並べなきゃいけないわけよ。だから例えば、111となってる。1回ずつ出るってものは、1回目に1が出たの？それとも、2回目に1が出たの？などなどという考え方を起こしていかなきゃいけないわけ。そこを見せると答え合わないですからね。きちんと分母から考えていくっていう習慣をつけて忘れずにやってほしいところですね。はい、じゃあ1つずつね。1番、2番、3番ってしておきましょうかね。じゃあ1番の時、まずどの目を引くのかってことを考えなきゃいけないですから、2から4の中の目の決め方を考えましょうね。これは単純に2、3、4のどれかが出るってことなんで、3、4、1通りということで間違いがないでしょう。あとは順番並び替える必要があるからね。これとこれとこれの3個の並び替えがあるからね。はい、ということで 3×6 の計算で18通りの、並べ方がありました。じゃあ次2番いきましょう。でもこれは1が2回と5が1回と決まってるわけだから、実際書き出したとしてこの3パターンしか考えられないんだよね。所詮3通りしかないです。ちなみにこの3を計算で出したかったら、同じものを含む順列だよね。ということで答えは3通りでいいでしょう。3も同じだよね。2と3どうせ同じだもんね。ということで今も18と3と3合わせてあげて、はい、ということで計算すると9分の1ということでした。
ということで、今のやり方で1番は解けたわけだけども、このやり方しか試験会場に持っていかなかったとすると、2番でだいぶ大変そうだよね。だって N 回だぞ。N 回ってことは、1N-2、1ってものから、1の数増やしたもの、5の数増やしたものってワンサが出てきちゃうもんね。そこでちょっと今回はこういうものを紹介していきたいと思います。これは結構ね、得意な人がすぐできちゃうから、苦手な人は得意な人の考え方を真似するっていうことで、まず手に入れてもらえればと思うんですけど、最小値が1、最大値が5ってことはさ、1から5の中しか絶対出てほしくないよね。そもそももう6という目は禁じ手なんだよね。確率の全体1の中で、もう1から5しか出てないんだぞっていう枠をちょっと考えてみるわけよ。最小値が1で、最大値が5になってるってことはさ、もし1が出なかったとしたら死亡だよね。クリアしない。同様に5が出なかったとしてもダメだよね。そこでね、今日はこうすんだよ。最初からこの中にちょっと複雑な設定だからベン図書こうかな、あーついでにこれは中をバーにしてみようかなって思ってこう書くんですよ。ポカーンかもしんないけどちょっと頑張ってついてきて。もし中を1バーにしたとしたら、1が出るってのは外側でしょ。中を5バーにしたってことは5が出るってのは外側だよね。つまり1、5が両方とも出ることになる。それが最小値が1で最大値が5の意味じゃん。だから今回俺たちが求めたいのはね、ということなんですわ。これ五等例ね。中をね、1とか5にしちゃうのよ。で、仮に中をね、1が出たもの、5が出たものにすると、1が出てかつ5が出てっていうのは、ここになるじゃない。でもさ、ここを、どうやって求めるの？それがわからないから困ってるんだよね。ってことでね、複雑な時はベン図書くってものは、なんとか頑張って定着させてもらった上で、結構確率得意な人間って、何も考えないでね、中をバーで塗っちゃうんだよね。それと全く皆さん同じように、あ、ひとまず、中を1が出る、5が出るにして、失敗してしまった場合には、中をバーにしてみる。はい。中をバーにしてみる。初めての試み、繰り返し。ね、ってことで、そんなことをちょっと練習してみてもらいたいなという感じです。じゃあ、この青い部分出したかったら、全体が1から5になっているぞってものから、1が出ない場合、5が出ない場合、かつ、ここ引きすぎちゃってるから、1も5も出ない場合って計算していくことにしましょう。さあ、さっきね、中をバーにするって提案したけども、それでできる人はそれでいい。でも、もう一個考え方手に入れといたら、いざ試験会場で気づいた方で持っていけるじゃん。だからいいアイデアだと思うから、ちょっとこれみんなにも提案しておきますね。ちょっと書いてないですけど、まず大前提として、すべて1から5の目であるとしておきます。6はもう出ないという風な前提のもと話をします。そしたら、今俺たちが求めたいものっていうのは、最大が5、最小が1だから、こういう風に定義した場合、A かつ B の確率を求めたいんだよね。でも、その A かつ B の求め方がようわからん。そんな時は、余事象という手があったわけ。今回の注意点としては、余事象とはいえ、すべてが1から5の中しか出ないという設定をしているので、6分の5の3乗から引かなきゃいけないということ。そしたら、ドーマーブルの定理考えれば、バーを切ったらひっくり返るんだったよね。さあ、こんな感じで、バーを切ってひっくり返してあげれば、まさにこれでしょ。1バー、または B バー。まさに同じの出てきたもんね。ということで、こちらを計算していくと、こういうふうに書けますな。そしたら A バーってのは1の目が出ないだから、すべてが2から5。B バーってのは5が出ないだから、すべてが1から4。で、最後、A バーかつ B バーは1も出ないし5も出ないだから、すべてが2から4ってことだよね。ということでね、計算すると9分の1ということになりました。複雑だったら記号化して、余事象にしてみるってこと。だから最初からこれが浮かぶならこれでもいいし、浮かばないんだったら記号化をして余事象をしてドーモルガンの定理を使っていくという方法もあることを学んでおいてほしいですね。さあ、そしたら今は3でやったけども、これ N になったら何が変わるかって、3って数字が N に変わるだけなんだよね。
番も一気にやっちゃうと、今のお話がね N 回に変わるだけだから、ここが N 乗になる。そして当然この辺が N 乗になってくるからね。はい、だから6の N 乗分の2乗せてあげて、はい、答えはこんな感じでした。さあ、今日ね紹介した赤をバーにしてみるとか記号化するはめちゃめちゃ大事ですから、また違う問題でも、自分でできるようにしっかり練習してほしいなと思いますので、皆さん頑張ってやってください。はい、じゃあ今日はこれで終わりにしましょう。バイバイ。